なぜ目を背けるの？クマは死んだ。だけどあなたは生きた。それだけのことよ。お礼なんか言う前に自分の弱さを恥じることね。あんな力だったら殺されて当然よ。それはあなたがナコルルの従者だからよ。あなたはクマに襲われてもほとんど何もできなかった。なぜ？ナコルルはあなたに戦う術を何も教えてくれないのね。それじゃあもしナコルルが今のあなたみたいにクマに襲われていたら助ける？何を頑張るというの？今のあなたの腕では返り討ちに遭うのが関の山。無駄死にする羽目になるわ。勇者の鏡ね。後を追うというの。大切なものを守るためには戦うことも必要。そうは思わない？私が戦い方を教えてあげようか。もちろん戦う術を覚えて相手を倒すことをためらわなければ。いいわ、あなたを強くしてあげる。シクル、おいで。怖がらなくてもいいわ。この子はシクル。私が命じない限り人を襲うことはない。
気に入られたみたいね。珍しいわ。あまり人には懐かないの。早速剣を教えてあげるわ。シクル、手伝って。どうせやるなら早い方がいいわ。修行のやり方を説明しようか。それじゃあ説明するわ。まずあなたの視界の右側か左側にシクルーが現れるから、シクルーが視界の左側に現れた時には右に、視界の右側に現れた時は左に逃げるのよ。もし間違った方向に逃げたり、逃げるのが遅かったりしたら、シクルーの痛い体当たりを受けることになるから、そのつもりでね。シクルーは次々とあなたに向かってくるわ。よく見極めて一回一回落ち着いてかわすのよ。分かったかしら。以上で説明は終わりよ。それじゃあ始めましょうか。用意はいい？行くわよシクルー。よく見て、いい動きよ、いい動き。よく見て、そう、いい動きよ。その調子よ、やるわ。いい、そう、よく見て、何してる。その調子よ、何してる、やるわ。何してる、よく見て、そう、やるわね。何してるの？それまで。思ったよりはマシだったけど、まだまだね。もしあなたが望むなら稽古を続けてあげるけど。修行のやり方を説明しようか。それじゃあ説明するわよ。まずあなたの視界の右側か左側に、シクルーが視界の左、もし間違った方向、シクルーは次々と、よく見極めて。分かったかしら。それじゃあ始めましょうか。用意はいい？行くわよシクルー。やるわ。そう、いい動きよ。いいわ、そう、いいわ。よく見て、そう、いい動きよ。何してるの？いい動きよ。
何してる？そう、その調子よ。やるわ。ピン捕獲。よく見て。やるわ。その調子よ。やるわ。それまで。思ったよりはマシだったけど、まだまだね。もしあなたが望むなら稽古を続けてあげるけど。そうね、休憩も必要だわ。過度の疲労は隙を生むだけ。まあまあね。これからもいろいろ教えてあげるから、ナコルルの目を盗んでここへ来なさい。ナコルルに知れたら、二度と剣の練習なんてできなくなるわ。どんなことをしてもやめさせるでしょう。あなたは戦うことを知らなくてはならない。それはナコルルのためでもあるの。ええ、私のことも絶対に伝えてはダメよ。あの子は普通の人よりも敏感だから。剣の練習のこと悟られる可能性があるわ。それじゃあまたここで会いましょう。行くわよ、シクル。名前はないわ。私は私。あなたの好きに呼んでいいわよ。それじゃあね。ねえシクル、自分の従者が剣を身につけようとしてると知ったら、ナコルルはどうすると思う？しかも士官のカムイ流刀武術、それを私から習っていると知ったら怒るかしら？それとも悲しむかしら？それとも私を殺したいと思うほど憎むかしら？Thank you.